こんにちは。おはようございます。こんばんは。はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日東京プロのチケット発売されたじゃないですか。昨日の動画で発売されるよって言ったんですけど、で、何時に発売されるのかよくわからなかったんで、FWJ って結構チケットピアで買えたりするんで、そこ見に行ったら10時から発売ということで、自分のストーリーでも10時から発売するよみたいなことは9時前ぐらいに上げてたんですけど、皆さん買えましたか?これ結構驚きました。で、はとくまは SS 席無事に買えたんですよ。で、まだ全部のチケットあったから、個人的にもね、余るだろうなって思ってたんですよ。結構ね、値段も高いから、昨日も言ったけど。で、結果は、1時間もかからずに完売。VIP だけ残ってますけど、SS、SAB、立ち見全部完売です。SS も完売したんだって思いました。1時間足らずでよ。先行販売分なんで、まだどれぐらい在庫があるのかわからない。当日分もあるだろうし、また再販する可能性もあるから、もう本当にゼロっていうわけではないとは思いますけど、相当やっぱ注目されてる大会なんだなって思いました。値段が高くてもやっぱ見に行きたい人は見に来るんだね。本当にすごいなって思いました。だって、昨日の動画でも言ったけど、SS 席の今回の値段で、アーノルドクラシック2番目にいいチケットを買えるんですよ。2番目にいいチケットね。で、もうちょっと出したら、今年のアーノルドのチャンピオンと写真撮ったりとか、ウィリアム・ボナックのサイン入りの写真とかもらえるんですよ。皆さんそもそも買えたかどうかね、コメント欄に書いてください。で、こんなにも早く売り切れると思いましたか？それもコメント欄に書いてください。個人的には思いませんでした。で、10時50分とかかな、11時前には売り切れてるんですよ。すごいよね。本当にでも、東京プロってさ、日本のメンズフィジーク選手で、日本のフィットネスってメンズフィジークの選手が一番知名度あるわけじゃないですか。カネキンさんもジンさんも他の選手もみんなそうだけど。で、次がボディビル。山岸さんとか。山岸さんって世界的にはすごく知名度あると思うんですけど、フィットネスを始めたばかりの人たちって大体カネキンさんかジンさんの方が有名じゃないですかって思うと、その人たちが一緒に会するって思うと、確かにプレミアな大会かもしれないし、すごいことかもしれない。で、今コロナ禍ですし、韓国で出るんじゃないかって言われてた、それ明日ちゃんと海外のフィットネスをね、皆さんと共有する動画として出しますけど、チェ・ボンソクとかキム・ミンスも来ないので、そういう意味では本当に東京プロ、日本人だけのメンズフィジークの大会で、日本人からメンズフィジークのオリンピア選手が出るって可能性もあるから、すごい瞬間。日本で初めてのメンズフィジークのオリンピア選手誕生の瞬間の可能性が高いので、そういう意味では4万円払ってでも見に行きたいっていう話なのかもしれませんけど、売り切れてました。すごいですね、ということで。はとくまはこれで29日ね、ただ、東京プロ見に行けるので、大会も楽しむし、動画もしっかり撮れるんであれば撮るし、いろんな YouTuber とか選手の人と絡みつつ、大会に見に来た皆さんとね、もしお話しする機会があってね、自分に時間を割いてくれるなら話したりとかね、いろんな楽しみ方をね、しながら、29日は過ごそうかなって思います。少しでも面白かった、ためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ